アーサフ・ハーンアーサフ・ハーンは、ムガル帝国の政治家、武将、最少でもある、ムムターズ・マハルの父でもある、彼は、娘婿、シャージャ・ハーンの定位継承に、重要な役割を果たした。アーサフ・ハーンとシャージャ・ハーン及び三人の巫女1569年、アーサフ・ハーンは、イラン人の貴族ミールザー・ギアースベグの息子として、生まれた。1610年頃から、 皇帝、ジャハーン・ギールは病気の発作を起こすようになり、ムガル帝国の国政は、アーサフ・ハーン、最小たる父や妃である、アネ・ルール・ジャハーン、巫女のフラム握られていた。アーサフ・ハーンは1612年に、自身の娘ムムターズ・マハルをフラムに嫁がせていた。1627年10月28日、皇帝、ジャハーン・ギールがカシミールから、 パンジャーブのラホールへ向かう途中死亡した。ジャハンギール死去の際、ヌールジャハーンは居合わせていたが、後位継承者たるフッラムとシャフリアールはその場に居合わせていなかった。さて、ヌールジャハーンの弟アーサフハーンもその場に居合わせていた。だが、彼は自分の娘ムムターズマハルをフッラムに嫁がせていたため、彼はフッラムがデカンから帰還する時を稼ぐため、 クグ月の皇帝ダー・ワルバフ氏を擁立した。その後、シャフリアールの軍を破り、彼を捕らえた。シャフリアールに娘を嫁がせていたか、ヌール・ジャハーンは事実上失脚した。1628年1月24日、フル・ラムはアーグラに入って、シャー・ジャハーンを名乗り、2月14日に帝位を戦し、帝国の皇帝となった。それに伴い、 ヌールジャハーンの支持していたシャフリアールをはじめとする多くの皇族が処刑された。その後、デカンにいたフラムにもこの知らせが届き、彼はアーサフハーンにダーワルワフシュラホカのミコラの捕獲を命じ、デカンからアーグラに戻った。フラムはデカンから帰還した後、1628年1月19日に、彼はリザーバハードルという人物をラホールへ送り、アーサフハーンは、 ダーワルバフ氏とその弟、グルシャスプを引き渡そうとした。1641年6月12日、アーサフ・ハーンは死亡した。ありがとうございます。